こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかななんて思ったんですが、前回の動画でね、運命の変え方みたいな、変える方法みたいな、そんなね話をしたんですが、今回はね、奇跡の起こし方っていうようなね、そんな話をしようかななんて思います。まあ運命のね変え方と、まあ、奇跡の起こし方ってね、まあほぼね同じようなこと内容になるかもしれないんですが、まあ自分はね本当に50を過ぎてから、まあ今までね起こらなかったような、そんなね奇跡のようなことがねたびたびね起こるようになりました。まずね一番大きなね奇跡っていうのは、まあ、自分のね動画が、まあ、YouTube のねこのチャンネルがね1000人超えたっていうのもね自分にとってはね奇跡なことなんですけど、なおかつねその1000人を超えたその日がね、なんとね自分のね誕生日だったっていうね、これもねもう本当にね、まあ、奇跡としかね言いようがない、自分のね最高のね誕生日プレゼントになったなぁなんて、そんなこともね思いました。これもね本当に皆さん登録してくださったね皆さんのねお金おかげだなぁなんて、そんなこともね思います。はい、それでねもう一つね奇跡のようなことがあって、これもね動画ではね一度話しているんですが、イオンモールにねよく買い物に行くんですが、まあ、イオンモールねいつもねたくさんの人がいる中、まあ、自分がねこう歩いてたら一枚のねハガキが落ちていて、あなんだと思ったんですけど、まあ見るとねクーポン券みたいな、ハガキを持参した方には500円オフのねクーポン券がついてて、ああ誰か落としたなーなんて思って手に取って、それでね見たら、なんとねその住所を見てね本当にねびっくりしたんですけど、なんとね自分のね兄貴の息子さんのねお子さん、まあ甥っ子っていうんですかね、なんていうのかな、兄貴のね息子のね長男のねハガキだったんですよね。これね本当にねこれもね奇跡だなーなんて思います。こんだけね人がねたくさんいる中で、まあ誰も拾わない、それで拾ったのがね僕っていうのはね本当に奇跡で、それでね兄貴とはね全然ね、まあ付き合いもねない中、まあ自分はねまあ、携帯のね、電話番号だけ知ってて、LINE とか当時はね、知らなかったんですけど、そのね、携帯の メッセージみたいなね、そのね、ので、電話番号でね、メッセージを送って、まあ、真央ちゃんっていう子なんですけど、真央ちゃんのね、ハガキが落ちて、僕が拾ったんだよ、なんかね、奇跡だよね、みたいな、そんなね、ことをね、話したら、兄貴もね、びっくりしててね、すげえもう奇跡みたいみたいな、そんなことをね言ってたんですけど、まあ残念ながらね去年ねその真央ちゃんはねちょっとね脳腫瘍でね、まあ、亡くなられたっていうね、そんなこともねあったんですけど、でもねそんなにねもう何百人っていう人がねそこを歩いてる中、自分がねそのハガキを拾って手に取るっていうのはね、何かねこう、まあ、奇跡って言ってもかかご先祖様がねなんか巡り合わせた何かかなとかね、そんなこともね思いました。そのようなね奇跡っていうのはね本当にね、まあたくさん起こるようになったっていう、そのね奇跡が起きる、まあ、ようになった原因っていうとなんか悪いようなそんな感じですけど、要因がね何かっていうとやっぱりね言葉なんですよね。言葉、自分がね吐く言葉がね本当にねポジティブな言葉になった、まあ天国言葉だったり、まあ自分はね一番最初に、まあ、よく話すんですけど、ついてるっていう言葉をねまずね別にね天国言葉とも何も知らずに、まあ自分のねまあいつも読んでる LINE アットのねパンダ渡辺さん、渡辺正則さんのね LINE でね、パンダ先生がいつも最後についてる、ついてる、ついてるってね、その言葉を使ってて、自分もね、それを真似するようになって、いたら、まあ、そのね、ついてるっていう言葉が斎藤ひとりさんのね、天国言葉っていうことを知り、それで、まあ、そのね、天国言葉いつもね、言ってる、まあ、アファメーションするといいよみたいな、そんなね、動画も見たりして、それでね、本当にね、もう、24時間中ね、こう寝てる時以外とかね、仕事中もね、なんかついてる、ついてるって脳内リピートして、まあ口にはね、出さないんですけど、ずっと歩く時もね、まあ歩幅に合わせてついてる、ついてる、ついてるってね、歩いたりとか、そんなことをね、してるうちに本当にね、ついてることがね、起こるようになったっていうより、これね、よく言うんですけど、ついてることがね、目につくようになった。まあ今までね、そういった同じことがね、起きてたかもしれないですけど、それにね、気づくことができなかった。まあ本当にね、
のネガティブな時っていうのは、まあ、そういったことにね対しても敏感になれないっていうか、アンテナを張れないっていうのかね、全然こう気づかずに、まあ、本当に道端に咲いてる綺麗な花だったりね、まあ、本当にね小さなことにねよくね気づけるようになって、あ、なんかねあのすごいね、あのこんなね綺麗な花が見れて幸せだなとかね、そういった気持ち的なものもねすごく変わってきました。そうしましたら、まあ、どん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 ね、まあ、まあ奇跡みたいなねことがね起きる、まあ、それ奇跡ともね言えないようなね、そんなこともねたくさんあるかもしれないですけど、自分にとっては本当にねあの奇跡のような出来事っていうのはどん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 増えまして、まあ、それと同時にね、まあ、すごくね幸せな気持ちになったりとか、そういったことがねすごく大きくなっていった。それがねやっぱりね言葉だったんですよね。まあ、あの、まあ、中にはねあの、まあ、自分もそうなんですけど、たまにねネガティブな言葉をね言ってしまうこともねよくありますけど、でもねそれを上回る回数で、まああの天国言葉を言うっていうようなねことをね、まあ、してそれで奇跡がね起きるようになったっていうことなんですが、まあ、日本語じゃっていうかね、まあ、一番ね波動の高い言葉が何かっていうと、まあ、日本語のねありがとうっていう言葉がねすごくね高いそうです。それで次にね愛してるっていう、愛してますとか愛してるっていう言葉がね高いそうなんですが、これねアメリカの英語のねサンキューだったり、中国語のシェイシェイだったり、フランス語ですかねメルシーとかね、そういったものっていう全くね意味は同じかもしれないですけど、日本語で、ね、ありがとうっていうねそんなねあの、まあ、発音とかそういったものですごくねこう波動も高いっていうことで、やっぱりねこうありがとうってね言うのもすごく大事ですけど、まあ、これからねもっともっとありがとうって言われるようなね、まあ、そんなような、ね、ことを、ね、していきたいななんてそんな風にね思っております。まあ、ありがとうって言われるにはやっぱ人にね喜ばれることをねするとかね、与えて何かを与えるとか、そんなこと、まあ、何かね困ってる人がいたら助けてあげるとか、まあ、そんなことでねやっぱりありがとうっていう言葉がねあのいただける、本当に自分がね、まあ、1000回言うより1回ありがとうってね言われる、その方がね本当にねその1000回分と同じくらいのね、まあ、力パワーがねあるっていうことですので、ありがとうって言われるようなねそんなね行動をねしていこうかななんて思います。それはねもっともっと奇跡がねどん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 起こっていくんじゃないかななんて、そんなこともね今ねすごくね感じております。まあこれね自分がね本当に、まあ、実感してあの感じていること、やっぱりねついてるっていう言葉をねずっと言い続けてからこそ、こういうねまあ今こうやってね話すことができるのかななんて、そんなこともね思っております。はい、ではね今日の話がね良かったなって方はグッドボタン、またチャンネル登録、まだの方はぜひチャンネル登録お願いします。はい、では今日も最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるついてるついてる、ありがとうございます。